奄美群島を除くと宮崎県諸挙田地方で話される日本語の方言。鹿児島県がかつての薩摩国と大隅国にあたることからこう呼ばれる。鹿児島弁、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 薩摩語、薩摩言葉とも言う。薩愚とは文字通り九州南端の西に位置する薩摩と東に位置する大隅の両方に通じるものとして、 総称されたものである。この地域の方言は、ニュアンス的な異はあるものの、大別すれば、同一の方言圏に属する。なお、九州のこのような方言分類としては他に、非畜方言と、法日方言とがある。つまり、九州の方言は、大きく三つのブロックに分かれることになる。余暇のようなカゴビや、バッテンなどの九州方言らしい特徴は、非畜、方言に多く。 殺遇方言は、死因で終わる後、母音の脱落を発達させるなど、特殊化が進んでいる。宮崎県南西部の初見地方は、薩摩藩の支配下にあったことから、殺遇方言圏であり、諸上が多弁と呼ばれる。ただし、東諸方郡は、現在では、宮崎弁化が進んでいる。鹿児島県の大部分が新潟アクセントであるのに対し、宮崎県、小林、 宮古の城から鹿児島県末吉、渋市にかけては統合一形式アクセント、宮崎県海老野は鹿児島同様新潟、アクセント、宮崎県北諸方郡と西諸方郡は無アクセントである。このように、殺遇方言の中での地域差も大きく、例えば薩摩地方の中でさえ、県境付近の北札、取水種など、 と、薩摩半島末端の枕崎市や栄町などでは、同じ方言とは思えないほど、語彙や言い回しに、大きなサインがある。マスメディアが発達した現代でもこうした多様性は、色濃く残っており、必水の同県人同士でも言葉の取り違いが、原因で、トラブルが来ることも多々あるという。殺摩方言の内部は、以下のように区分される。薩摩と大隅の間に、 境界線は引かれず、むしろ、薩摩半島南端部や大隅半島南端部、沙田、内野浦の方言に特色がある。離島方言はそれぞれに特色があり、特に、種ヶ島方言は、薩摩方言的特徴が薄く、独自色が強い。音節が、種類によらず同じ長さで発音され、網羅の単位がない。アクセントも、もっぱら音節単位で付けられ。 他の多くの方言では、網羅単位、日本語としては、珍しい、音節方言の部類に入る。例えば、一手という語を標準語や多くの方言では、一手と三拍に音節だが三網羅は、即音に運用するが、殺遇方言では、これが一手という二拍にしかなり得ない。すなわち、殺遇方言では、音節数と拍の数との間にそ語がなく、 両者は常に一致しているので、網羅という概念を導入する必要がないのである。殺偶方言の特徴として、語中、語尾の凶暴音の脱落による、即音化がある。共通語では、即音は、語中にしか発生しないが、殺偶方言では、語末の金肉口知実微部が即音化し、内ウと t、または、正門破裂音、となる。鹿児島市や殺南の一部では、 動詞語尾のルも即音化する。これにより、殺偶方言では、多数の動音異義語が生まれている。例えば、靴、首、口、釘、串、くるなどの単語はすべて、くと発音されるという。語中での即音化は、し、もさん、知りません、国語、国語などのように、共通語と違って、美音や落音の前でも起こる。これらの即音は、美音、母音、 半母音の前では、正門破裂音、落音の前では、各種子音で発音される。母音、A, I, U, E, O が連続する部分を、連母音という。殺遇方言では、連母音が現れると、その部分が融合し母音の単音に変化する場合がある。殺遇方言では原則として超音は単音化するレユ、礼、言ソド、喉道。以下は、 同方言における連母音融合の主なパターン。固有名詞について、母音の単音化が行われる例は少ない。ただ、高齢層においては、生産物名、地名、歴史上の人物の名前など、生活において使用が一般化されている固有名詞を単母音させる人も多い。例、西郷隆盛、西郷さん、西郷様、瀬ド丼、西郷さ。ん。 一般人の人命については、高齢者でも田んぼイン化させる傾向は少ない。そのため、使用頻度の多い温節に対して、滑舌の使用頻度を下げ、疲労を軽減させ発語の速度を上げるための変化とも言える。古式島では AI の変化として E だけでなく E や A が現れる。種ヶ島では AIA の変化をする。語尾の 2? のみむはんに変化しやすい、れい、かん、かみ、よん、よむ。ら行音、特に、りるれは、いに変化しやすい、れい、くい、くり、くいま、くるま、こい、これなど。また、ら行音は、ら行音に変化しやすい、れいがっぱ、だっぱ。ただし、直前がしの場合は、た行音になる、れいうしと、うしろ、はした、はしら。一方、しもこしがし 薬島では逆に打行から打行への変化が聞かれる。小中、卒、通、樹頭、樹のような陽音の直音化が盛んである。鹿児島市や県北を除いて、字と、字、図と図の四つかなの区別が認められる。主に、薩摩半島南部や上古式島、薬島、種子島で、打行美濁音がある。これらの地域では同時に加行待機の濁音化も聞かれる。 殺遇方言の主流アクセントは二型アクセントである。二型アクセントでは、すべての語は A 型と B 型の2種類どちらかに属し、音節数に関わらず、アクセントの型は2種類に限られる。鹿児島市など、鹿児島県の大部分で用いられる主流アクセントでは、A 型は分節の最後から2つ前の音節のみが高くなり、B 型は最後の音節のみが高くなる。 一音節語の場合、A 型は音節内部で加工、B 型は高く平らに発音される。付属語がつくと高い部分はその分後ろにずれる。例えば A 型の雨は単独では目だが女子ががつくとあがある。B 型の雨はあだが雨となる。殺偶方言ではアクセントは吐モーラではなく音節を単位として付与されるので語中の即音。 発音、ん、連母音後部、超音、無声化した母音は、その直前の白と結合して一つの単位となる。例えば、父さん、A 型は、父さんの2音節に分けられ、3となり、人情、B 型は、人情と分けられ、人となる。一方、古式島では、白単位で、アクセントが付与される。複合語の場合は、全部要素によって、アクセントが決定される。 すなわち A 型、日と B 型、傘の複合した日傘は A 型、B 型の靴と A 型の底の複合した靴底は B 型である。接頭時も複合後の全部要素と同じように作用するが、中にはそれぞれが独立性を保つ場合もある。例えば、一学年、第一学年など、能誕生、天皇誕生日のように、ご意識としては一語でありながら、 二語的なアクセントを示す例もある。指定の助動詞、じゃも固有のアクセントを持ち、全部の名詞、形容詞とは分離される。で、めじゃ、雨だった、あじゃ、雨だった。薬島も二型アクセントだが、薬島北部の宮の浦では、A 型は丸が、B 型は丸がで、B 型で、最終音節が下がる点は二型アクセントの中では、珍しい。枕崎市のアクセントは、 周辺と皇帝が逆になり、A 型は B 型ががとなる。枕崎のアクセントは、鹿児島主流アクセントが変化してできたものと考えられている。種子島の北部は枕崎と似たアクセントだが、南部ではアクセントの固区別が曖昧である。宮崎県小林市、都の城市から鹿児島県総市、渋志市付近には小高一型アクセントが分布する。 お高い一型アクセントとは、すべての語で最後の音節を高く発音するもので、二型アクセントの A 型が B 型へ統合したものと考えられる。殺遇方言をはじめ、九州方言には、下二段活用が残存している。また、かす、探すなど、共通語の作業合段同士や、できる、落ちるなどの上一段同士も下二段活用となる。共通語の上一段同士の多くや、 寝る、出るなどの二音節の下一段同士は、殺遇方言では五段活用となる傾向がある。連用型に接続する、生は手に当たる接続助詞。モスはマスに当たる丁寧の助動詞である。形容詞は、薩までは、こう、高かたかのようなかごびと、高い竹けのような囲ごびを併用する地域が広く、大隅、初見では囲ごびがかなり優勢である。囲ごびの場合、 修士型で、レンボインが融合した、竹、高い、サミ、寒いのような形を、他の活用型にも使って、サミカッタ、サミカロのように言うようになっている。断定の助動詞には、じゃ、じゃ、じゃがあり、いずれも、じゃるから生じたものである。枕崎には、だ、下古式刀には、だがあり、上古式刀や薬島には、やる、やがある。水量には、じゃろもあるが、 終始経度を用いる。進行症には連用形、語、ゴルオオる。結果症には連用形、音ン,ビンチョルチョ、を用いる。ただし区別は失われつつあり、どちらも、チョルで言う傾向がある。他に、助動詞には、以下のものがある。理由を表す接続助詞には、本土で、で、種ヶ島、逆島で、からを用いる。けれどもに当たる逆説の接続助詞には、 本土で、どんいどんどんからん、本土南部や古式島列島、種ヶ島、薬島、トカラ列島などで、バッテンバッチェンバッテバッチバ、などを用いる。女子の、には意に変化し、さらに前の名詞と融合した上で単音化する、例そこにそこいそけいそけ。順体女子には、九州の立域と同じく、とを用いる。他に、殺風方言に、特徴的な女子を挙げる。 殺遇方言では敬語をよく使う。ありがとうを、あいがとも下げもしたと言ったりするが、これは、畜語的には、ありがとう申し上げ申したがなまったものであるという。また、やはり、話す相手が目上、年下で、殺遇方言をお使い分ける。標準語となった殺遇方言として、よく、おい、こらと運動部などで体罰の隠語として使われる、ビンタの三つが挙げられる。 明治時代の日本の警察は、薩摩閥の力が強く、警察官は元薩摩藩士が多かった。おい、こら、これはイコール、あなたの言いは彼らが市民の注意を引く際に用いた殺遇方言の言葉で、これが定着して、今日の標準語で広く使われるようになったもの。後に、態度の悪いとの意味で使われるようになった。また、ピンタは、 殺遇方言では単に頭を刺す意味に過ぎないが、その昔に大学の運動部や歌手官がいた鹿児島県出身者が指導と称して後輩などのほっぺたをひっぱたいたことを取り違えて定着しと言われる。鹿児島人は気心が知れた相手や飯下の人間に対して何らかの動作を求める際に関連の名詞などを無造作に言い放つ傾向が強い。他にも同様に 殺遇方言の単語が別な意味として定着した例があると思われる。第二次世界大戦中の1943年にドイツから日本へ寄贈された2隻の潜水艦のうちの1隻 U-511 には軍事代表委員の野村直久に中将が便乗することになっていた。当時日本の外務省と在読大使館間の情報交換は乱数表を用いた。 暗号電報を使用していた。ところが、戦況の悪化に伴い使用が困難になった。そこで、重大機密事項である、潜水艦 U-511 の出航に関する情報交換に採用した暗号が、早口の殺遇方言だった。出航前後に十数回、堂々と国際電話を使って話を伝えた。アメリカ海軍情報局は当然のことながら、この通話を盗聴し、 様々な方法で暗号の解読に努めたものの、最初は、どの国の言語かもわからなかった。世界中の部族の言語まで調べた挙句、カジキ出身の日系二世、伊丹明の手により、ようやく、殺遇方言だと特定された。なお、NHK 大河ドラマ、サンガモユでも、ユダヤ人の科学者が、原子爆弾を作るという情報を、 殺遇方言で話した内容が傍受され、声の主が恩人だと分かった、主人公が義理と職務の狭間で苦悩を出営するシーンが描かれている。殺遇方言は、アクセント等が関東方言や関西方言と大きく異なっていることはもちろん、他の九州各地の方言と比較しても、語音の踏み方や間の取り方。 言い回しなどが大きく違っていて、耳にしたものに強い印象を与える傾向がある。例えば、横山光輝の漫画、伊賀の影丸の第一話では、服部半蔵が薩摩藩について、このような発言をするなど、時代劇において、薩摩藩の優れた戦略性、手強さを盛り上げるエピソードとして使われることがある。ただし、この言説については、信頼できる。 言語学関連の学会で肯定的に取り上げられたことはない。南の玄関口として栄えた地域だけに、特に近世以後は外来語が方言に取り込まれたという例もある。黒板消しという意味で使われるラーフルという言葉は、標準語では馴染みが薄いが外来語由来であると推測されている。語源は諸説あるが、一説によればオランダ語のロファル。 する布切れが由来であるらしい。ただし、この単語は、鹿児島以外でも宮崎、愛媛などで使われており、方言集見論で説明できるという向きもある。特徴的な単語の例として、石田、地域によって、石手、い、きちゃ、いっちゃびなどとも言う、という言葉がある。これは一種の関東詩なのだが、自分の体に液体が触れた時、あるいは、しまったという時に、 思わず発してしまう言葉である。五十四順あ、い、う、え、お、お、か、き、く、け、こ、さ、し、せ、そ、た、 に、ぬ、ね、の、の、は、ひ、ふえほ、まみ、む、め、も、や、ゆ、よ、ら、 5w1h 講座方言学級九州地方の方言により、鹿児島市、いブスキ市九海門町、鹿野市の3例。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。